テレビ番組で東尾は夫に一番ムカついた瞬間を披露した。ある日、長男を探していた石田に、今日は野球の試合に行ってますよと教えてあげた東尾。そうなんだ、だったら教えてよ、今日行けたのに、と一言。東尾が野球の連絡ラインに来てたでしょと聞くと、あれ来てたっけと子供のスケジュールを把握していない様子だったという。東尾が同じ連絡、パパも見れるんだからいい加減把握してよ、私はあなたのマネージャーじゃないんだよと苦言を呈すると、石田はこう言い放ったという。お前いちいちうるさいな、だから30半ばまで結婚できなかったんだぞ、お前俺じゃないととっくに離婚されてるぞと妻の逆鱗に触れることに。東尾はこの人本当にそう思ってるんだ、すごい幸せな人なんだなって思いましたと振り返っていた。